老害よ、恥を知れ。あんたが大谷のレベルを理解できるわけがない。こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。本日も日本プロ野球界の情報をお届けします。二刀流として別格の実績を残し、打者専念の今シーズンも三冠王を取る勢いで、もはや大リーグの顔というポジションを揺るぎないものにしている大谷翔平選手。そんな大谷選手に対し、日本球界のレジェンド張本氏が酷評し、その発言に対して石毛博道氏が反論したことで大炎上したある騒動が、今再び話題となっているようです。一体張本氏は大谷選手をどのように評価していたのでしょうか。またそれに対し石毛氏は何を反論したのでしょうか。今回は大谷選手と張本氏双方の足跡をたどりながら騒動の詳細を見ていくとともに、大谷選手のトレーニングの様子もご紹介します。大谷と張本。大谷は2018年に日本ハムからエンゼルスに移籍し、アメリカでの挑戦を開始しました。彼の MLB でのパフォーマンスはすぐに注目を集め、特に2021年シーズンは歴史的な活躍を披露。このシーズンでは46本塁打、100打点、26盗塁を記録し、打者としての驚異的な成績を残しました。同時に投手としても9勝2敗、防御率 3.18 の成績を収め、まさに二刀流の実力を証明。その結果、大谷は2021年のアメリカンリーグ MVP に選ばれ、多彩な能力と努力が公式に認められることとなりました。2023年シーズンも大谷の活躍は続きます。このシーズンは打者として44本塁打、95打点、20盗塁を記録し、打率3割4厘という高い成績を残しました。また投手としても10勝5敗、防御率 3.23 という安定した成績を収めました。こうしたパフォーマンスは再び注目を集め、オールスターゲームにも選出。これにより、大谷は二刀流としての地位を確固たるものにしました。一方、張本勲は1959年に東映に入団し、1年目からレギュラーとして活躍しました。高卒新人として13本の本塁打を放ち、新人王を獲得しています。3年目には打率3割3分6厘と、21歳の若さで首位打者のタイトルを手にしています。その後も巨人やロッテに移籍しつつ、日本プロ野球史上初の通算3000本安打を達成するなど、数々の記録を打ち立てた大打者です。張本は幼少期に大やけどを負い、右手以外は完治したものの、右手だけに後遺症が残りました。小学5年生の頃、野球を始めた際には、右手で満足に握れず、左利きに矯正。薬指と小指は癒着したままで、野球を本格的に始めてからは、右手を誰にも見せないようにしていたそうです。このようなハンディキャップを抱えながらも、張本は諦めることなく努力を続けました。右手がほとんど使えない状況でも、過酷な練習と、強靭な精神力で大記録を残しました。その姿は称賛に値します。張本の野球人生は、右手の後遺症と戦い続けた苦労の連続でしたが、決して屈することなく輝かしい成果を上げました。その陰には、並々ならぬ努力と強い意志があったことでしょう。張本の酷評。
2018年4月27日に行われたエンゼルス対ヤンキース戦、大谷翔平が5番 DH としてスタメン出場した試合が注目を集めました。この試合の中で大谷は2回の第1打席でヤンキースの先発ピッチャーセベリーノから第4号となる先制ソロ本塁打をライトスタンドに打ち込みました。しかし5回の第2打席ではバットを折りながらもセカンドゴロを放ち、一塁ベースへ全力で駆け抜けましたが、その際に一塁手と接触し左足を負傷。この負傷により一時的に試合を離れることとなりましたが、幸いにも怪我の程度は軽く、球場内でチームドクターの治療を受け、大事には至りませんでした。この出来事を受け、29日に放送されたサンデーモーニングでは、張本勲氏が大谷の捻挫についてコメントしました。張本氏は、大谷の捻挫は走り込み不足が原因だ、と指摘し、もっと走り込む必要がある。日本ハム時代にも右足首を痛めており、今回は左足だ。練習不足が原因でこうした怪我が起きるのだ。これからも同じような怪我が増える可能性がある、とコメントしました。大谷は過去にも怪我に悩まされてきました。2016年の日本シリーズでは、一塁を駆け抜けた際に右足首を痛め、翌2017年には WBC への参加を断念。大谷自身も花巻東高校時代から軽い捻挫で足首を痛めることが何度もあったと明かしており、今回の怪我もその影響を受けたものであるとみられています。しかし、張本氏の発言に対して、同じ番組に出演していた野球 OB でゲストコメンテーターの石毛博道氏は、一塁手がいたため、大谷は避けようとした結果、足をひねったと反論しました。実際の映像を見ると、大谷が一塁手を避けようとした様子が確認できます。大谷が捻挫をした瞬間、一塁を守っていたのは、ヤンキースで本職がセカンドのウォーカー選手でした。普段一塁を守るタイラー・オースティン選手が、レッドソックス戦での乱闘による出場停止で不在だったため、ウォーカー選手が一塁を守ることに。このことも怪我の一因とされています。張本氏は、我々は昔嫌というほど走り込まされたから、ぶつかっても怪我をしなかったと持論を展開しましたが、現代のトレーニング方法とは異なり、現代の野球選手には適していないとの意見もあります。実際大谷はチームメイトから、彼はノンストップで練習に励むハードワーカーだと称賛されており、適切なトレーニングを行っています。大谷は怪我や故障のリスクを減らすため、自分に合ったトレーニング方法を取り入れているのです。張本氏はメジャー経験もなく、監督やコーチの経験がないために、現代のメジャーでのトレーニングについて、詳しく分かっていないのではないでしょうか。そんな中で大谷の練習不足を指摘するのは説得力がないため、番組を見たファンからは、ベースの踏み損ねは走り込んでいても捻挫してしまう、捻挫なのに走り込み不足を指摘されても関係ないでしょ、大谷にケチをつけたくて仕方がない人なのか、ベースの踏み損ねは走り込みの有無に関わらず起こりうる、捻挫に走り込み不足を結びつけるのは無理がある、張本氏の時代のように2時間や3時間ひたすら長く走ることは逆に足や心肺機能に負担をかけることになりますし、それだけやっていては野球技術向上も望めない上、モチベーションも上がらず逆効果と炎上状態になり、考えが古いと否定されてしまいました。実際にエンゼルスの選手たちからは、
翔平にはかなわない。あんなハードワーカーは見たことないと言われるほど、大谷はノンストップで練習に励んでいるそうです。野球のパフォーマンスを上げることはもちろん重要ですが、怪我や故障のリスクをなくす体作りをするという意識も大谷から感じられます。自分に適したトレーニング方法をもしかしたら考えていたのかもしれません。大谷のトレーニング。大谷翔平はプロ入り以来、数々の怪我と手術を経験してきました。2016年の日本シリーズでは右足首を痛め、2017年10月にはその足首の手術を受けました。さらに2017年4月には走塁中に太ももの肉離れで3ヶ月間の離脱を余儀なくされました。そして2018年には右肘靭帯損傷で手術を受け、2019年には左膝の手術も行いました。こうした怪我と手術は毎年のように大谷のプロ生活を悩ませてきたのです。大谷は投手としても野手としてもプレーする二刀流の選手であるため、他の選手に比べて体にかかる負担が非常に大きいのも事実。投打のどちらかで好調を維持するだけでも大変なことですが、大谷の場合、その両方を同時に維持しなければなりません。そのためには、体力面だけでなく、精神面でも並外れた努力が求められます。シーズンを通して高いパフォーマンスを維持するためには、オフシーズンのトレーニングが非常に重要。大谷は、オフの期間は野球が上手くなる期間と明言しており、オフシーズンにはフィジカルトレーニングに重点を置いています。彼は、最近はフィジカルをメインに考えているので、11月から12月、年明けまでのあたりは、根本的なフィジカルの許容量を増やしていくことを第一に考えていますと述べており、通常のトレーニングでは二刀流は成り立たないかもしれません。大谷はプロ入り以来、体重が20キロ増えたことで大幅な肉体改造を行ったように見えますが、彼自身は体を大きくしようとは思っていないと語っています。もちろん単純な体の重さがパワーにつながる局面も野球ではありますけど、でも僕は走らなきゃならない選手ですし、野手として守備につくこともあります。そう考えると、単純に重ければいいというものではありません。同じ出力であることを前提に考えるなら、重いよりも軽い方がディフェンスもしやすいし、走塁もしっかりできます。その人次第でどこに重きを置くかは変わりますけど、僕の場合は重さを求めることはありません。打つ方で同じ距離を飛ばせるなら、軽い方が守備や走塁には有利に働くわけで、そもそも出力というのは必ずしも重さだけがもたらすものではないと考えています。今の体重は225パウンドですけど、そのままの体重で上げられる重量が増えれば、許容量が大きくなることになる。そうやって年々体は強くなっているので、あとはそれをいかにプレーにつなげていくかですね、と説明しています。短期間で筋肉量を増やすような肉体改造は、特定の部位に筋肉がつきすぎてバランスを崩し、怪我のリスクが高まる可能性があります。しかし大谷はじっくりと時間をかけて体を作り上げ、特にトレーニングが行き届きにくい尻周りや太ももの裏もしっかりと鍛えてきました。このようなトレーニングの積み重ねが、彼の投打両面のパフォーマンス向上に大きく寄与しているのです。また、大谷は長い年月をかけて、柔軟性のある強靭な体を作り上げ、怪我に強い体を手に入れました。その結果としての二刀流での活躍が、現在の彼の成功へとつながっているのです。努力とトレーニングの成果は、
今後もさらなる飛躍を期待させるものであり、多くのファンがその成長を見守っています。その後の張本氏。2018年11月18日放送のサンデーモーニングで、張本勲氏がメジャーリーグの新人王を受賞した大谷翔平選手を大絶賛しました。その手のひら返しぶりに多くの視聴者がツッコミを入れました。番組では大谷がライバル選手との熾烈な競争を圧倒的大差で制し、新人王に輝いた様子が紹介されました。張本氏はその映像を見て、あっぱれあげてくださいと一言。続けて、こんなに大差がつくとは思わなかったですね。2番手のヤンキースの選手が数字的には大谷より上なんですよ。彼は不満を持っていると思いますがね。まあ貢献度、話題性、新聞記者の投票ですからね。こんなに差がついたと思いますよ、と大谷を称賛しました。さらに、2021年には打者として大躍進を遂げた大谷選手。それまで大谷に苦言を呈し続けていた張本氏ですが、徐々に大谷を認める発言が増えていきました。俺はずっと大谷は 80% ピッチャーだと言ってきたけど、今は逆だな。バッターとしての方がいいと、これまでの意見を覆し、打者大谷を高く評価するようになりました。今の形でいくとホームラン王も行くかもわからんぞ。だからこの活躍は嬉しくてしょうがないと、一ファンとして大谷の活躍を心から喜んでいる様子が伺えました。試合も終盤に差し掛かり、調子を落とした大谷に対しては、バッティングの形が崩れていると指摘しながらも、本当に困るよ。一番楽しみなホームラン王を期待しているんだからねと、この指摘が本塁打王への期待の裏返しであることを明かしました。もし大谷が本塁打王を獲得したら泣いちゃうよと、これまでの批判がなかったかのように期待に満ち溢れたコメントも残しています。結局本塁打王には届きませんでしたが、投打での活躍が認められ、満票一致でア・リーグ MVP を獲得した大谷に対し、張本氏はついに大あっぱれを送りました。張本氏が手のひらを返さざるを得なかったほど、大谷の活躍が素晴らしいことに間違いありません。大谷には今後もタイトルを狙えるだけの実力があり、もっと良い打撃や投球を見せてくれることを期待しています。張本氏が厳しい言葉を投げかけてきたのも、大谷の可能性を信じ、さらなる成長を期待していたからこそでしょう。張本氏はサンデーモーニングを降板してしまいましたが、大谷の進化は今後も続き、彼の活躍がどれほどの驚きと感動をもたらすのか、ますます目が離せません。いかがだったでしょうか。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。今後もプロ野球の最新情報をどんどん出していきますので、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。